今日はね、フナッシーの品種改良フィギュアワンボックスでゲットしてきたので、早速ね、開けていきます。種類は全部で7種プラスシークレット1種なんだけど、前回つってもかなり前なんだけど、もうね、シークレット出しちゃってんだよね、俺。この黄金のね、船頃シークレットなんだけど、このシークレット出しちゃってるから、他の持ってないやつ、あと持ってんのはフナッシーでしょ、このフナッシー。フナッシーに船頃。これどういう商品かっていうとね、最近やったやつだと、フュージョンズ、ドラゴンボールのフュージョンズみたいな感じで、人形をね、組み替えることができるんだよね。例えばこの船頃を取りまして、お兄ちゃんのボディにドガシャンコット。あんま変わんねえな。まあ、こんな感じで組み替えることができるというやつなんだけど、組み替え自由、楽しさ無限大、いろんな、バリエーションができると。俺ね、このフレームドラゴンシーがね、ドラゴンが欲しかったんだけど、ゲットできずに終わってたの。でもね、今回ワンボックスゲットできたからさ、絶対に出るよね。これで出なかったらどうしよう。つうか、全種コンプリートできると思うんだ。だから今日はね、コンプリートして、この真ん中の、いや、これよかすごいの作りたいよね。すげえ、ね、最強の体を手に入れたらしい。うわぁ、どうなげえなー。めちゃめちゃどうな、まあちょっとね、楽しみなんでね、このでかいの作るのは。さて、じゃあ開けて。アップルもね、持ってないんだよね、このアップル、リンゴちゃん。リンゴちゃんも持ってないから出したいね、ぜひね。じゃあまあ早速見ていきましょうか。ワンパコ目、一番右上。右上から順に下に行って、真ん中行って、下に行って、左行って、下に行くっていう感じで行きたいと思う。うわぁ、懐かしくないこれ。フナッシーの品種改良フィギュア。ドラゴンがね、本当に欲しかったんだよね。一応7種のね、メンツを見ますと、こんな感じになってる。フナッシーのね、すりおろしパーツもめちゃめちゃ欲しいんだよね、これ。おろされているフラッシーが。あとアップルね、アップルも欲しいな。でも一番はやっぱね、フレームドラゴン、フレームドラゴンが楽しみだな。じゃあ行きますか。何が出るかな。一箱目、一発目が重要だからね。一発目で持ってないの出したい。カブトしかないな。まあ12箱あるからさ、ちっこいの。おそらくね、コンプはできると。これでコンプできなかったらすげえ悲しいよね。さて、一発目何が来るか。持ってないの、あー、かぶった。一発目から船頃かぶっちゃったね。でも船頃可愛いから。で、箱の中にはね、この紙も入ってて、ラインナップと、この組み替えが自由にできますよっていう紹介の紙が一枚入っていますと。まあ、食玩じゃないからギャムは入ってないんだよね。ギャム欲しかったね。ギャムね。よし。精神集中。行くぞ。ドラゴン！あ、でもこれちょっと重い感じがする。ドラゴンか。ドラゴンか。ドラゴンでかそうだもんね。頼むぜ、ドラゴン。ドラゴン来てくれよ。チョキです、チョキです。いきます。もうどんどん開けていくから、もうどんどんね。あとね、これ2段もあるんだよね。何段まで出てんだろう。俺2段までしか知らないんだけど、2段まで出てるはずなんだ。その2段もコンプしたいんだよね。俺コンプしないんだ、このシリーズ。よし、今日この1段をコンプして、持ってないの来て。フラッシーなしー、フラッシーなしー。マジか、すりおろしが欲しい。やべえな、これやばい。何これ、エンペラー発動してない、これ今日やばくない、はあ、で、右列の1、2、3、上から3箱目。あー、マジでやばいぞこれ。どういうこっちゃ。ちょっと待って、せめてもうそろ欲しいよね、持ってないの。頼むぞー。まあ組み替えがさ、いろいろできるから、パーツがあればあるほどさ、まあ縦に長いのしかできないと思うけど、こうやって上に一番下を船五郎にして、どんどんさ、ボディをつなげてって、縦に長い人形なら作れると思うんだけど。行くぜっしー、行くぜって言う、その行くなしー、行くぜよ、頼む。フラッシュ、お、やった、すりおろしパーツだ。これ持ってない、初々やったぜ。あ、フラッシーにパーツがついてるんだ、すりおろし。あ、マジで。じゃあこれちょっとお得感あるね。さっきのやつと同じでしょ、上は。上は同じだけど、すりおろしてるパーツがついてるだけなんだね。あー、じゃあちょっと重たいの買えば、すりおろしパーツだね。ちょっと重たいの買えば、すりおろしてるフラッシーが手に入ります。やった、よかった。かぶり地獄は抜け出したと思う。で、右の一番下、頼むぞ。フナッシー落ちんだよ、フナッシー落ちんだよ、フナッシー落ちんだよ、踏ん張れよフナッシー。オッケー、ナイスフナッシー、グッジョブ。このフナッシーすぐ落ちるんだよね、こいつら。めっちゃ、あら、一番奥なフチコのやつ、フチコとあのフナッシーのコラボのやつ、これとね、これは。で、これはあのフナッシーの引っ掛ける、ただあのコラボじゃないやつだったはず。ちょっと色が薄いんだよね、フチコのね、あのコラボのやつはね、色が薄いフナッシーだから。あ、フチコも連れてこようかな。あ、でもフチコはね、今ちょっとフナッシーの回だから、今日はね、フナッシーだからさ、フナッシーで固めようと思って。よし、持ってないのだぞ、頼むぞ。持ってないの、持ってないの来てー。フラ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 。あー、ドラゴンやべえ、来ねえかもしんねえ。え、マジで1箱買ったのに。ちょっと待って待って、
多分さ、ワンボックスで全種揃うよね、こういうのって絶対に。え、揃わないのかな。おかしくね、揃わんかったらやばい、ちょっとマジ怖い、マジ怖い。ドラゴン、ドラゴン、とりあえずドラゴン来て、ドラゴン、ホラゴン、ホラゴン、ホラゴン。いや、みんなマジごめん。あのね、あのさっきさ、かぶり地獄抜け出したって言ったじゃん。あれ撤回するわ。全然もうエンペラー発動しまくってやばい、やばいぞこれ。ちょっと待って、コンプできっていうか、頼むぞ。まだね、下から2番目、下から2番目。え、マジで真ん中のね。そう、待ってくれって、こんなかぶる船ごろ、船ごろ率高くない？ちょっと船ごろもういいよ船ごろ。あ、でも船ごろ可愛いからね、船ごろ可愛いからさ、まあ来てもいいんだけど、たくさんたくさん並べたら可愛いじゃん船ごろね。あ、でも全種コンプしてからかぶってほしいね、あまりのやつで。アップル、やった、ありがとうございます。やった、よかった、マジで。見てこの可愛さ、やった、アップル来た、リンゴちゃん来た、アップルシー。でもね、これ名刺の時にすげえやられたんだよね。名刺の時さ、かぶりまくりまくりまくってめちゃめちゃ地獄を見せられたんだけど、うわー、やっぱ可愛いな、アップルシー。後で組み立てよう全部開けてからね、組み立てたいと思う。で、真ん中の3列目、3箱目、真ん中の3箱目か、ごめん、真ん中の3箱目、下からね。よし、あとは、いや、ここも全部ゲットできてるから下なんだよね。で、これ持ってるからあと2種、一応あと2種でコンプだから、まあいけるでしょう。でもここでね、出ないのが俺なんだよなマジで奇跡ミラクルを起こすからね、これしょうもないとこで、しょうもないとこでさ、奇跡ミラクルをいつも起こしてさ、いや、みんなには申し訳ないと思ってんだけど、頼むぞ、みんな願ってくれ、ドラゴン、ドラゴン願って、みんなお願い、ドラゴン来て3、2、1、ドラゴンダッシュ。お、やった、ナシタゴロス来ました、初、あと1種。待って、ドラゴンどうした、おい、ドラゴンなんかちょっとおしゃれじゃない、髪型ベートーベンみたい、かわいいな。やった、あ、でもちっこい、これ思ったよか、もっとでかいと思ったけどちっこいね、かわいいしだわ。よし、ラスト、ラスト、真ん中、下から、ね、4箱目、ラスト、真ん中ラスト。マジで、でもね、あ、これドラゴンだわ、絶対ドラゴンだわ、めちゃくちゃ重たい。どうする、開ける、ドラゴン最後に開ける、これ。いや、でも絶対ドラゴンだよこれ、間違いなく。クソ重たいもん、これ最後に開けよう、これドラゴンだから間違いない。で、違ったらどうしよう。あー、これ軽いね、軽いから、船五郎か、これだね、ナシタウロスだと思う。ね、一番左の一番下、一番下いくぜ。よし、頼むぞ。箱はね、もう綺麗なの一箱保存してあるから、まあぶち破って開けてもいいんだけどね、一応ハサミで切って開けようかなと。握力で開けるかもでも中の人形傷ついちゃちょっと嫌だからね。いくぜ。さて、ほらな、ほら、もうちょっと分かってきた、俺やばい、プロフェッショナル、やーべえ、仕事の流儀半端ねえ、もう分かってきた。もうね、ここまで開けると、あ、これも違う、軽いから、ね、フナッシーだな、フナッシーのね、すりおろしか、このね、クレームフナディウスだと思う、クレームフナディウスか、フナッシーのすりおろし。これすげえ重たいから絶対ドラゴンだと思う。ドラゴンさ、でかそうじゃんね、だから一番重いのっていう、こういう考えはちょっとあれかな安易すぎるでもね、わかんないと思う、わかんない。ほらな、ほら、俺すごくね、俺もプロフェッショナル、仕事の理由。あれ、ちょっと待って、みんなごめん、マジ勘違いしてた、俺これ持ってないわ、初、これ俺持ってなかった待って、じゃあさっきのやつ何、フナディースじゃないのこれ。あ、そっか、ごめん、本当にごめん。あのね、これ第2弾だ、第2弾のフナディース、あ、フナディースじゃない、これ何、これドラゴンの羽がついてる。こいつはね、2個持ってんだよね。で、1個は飾ってて、職場のデスクの上に飾ってて、これね、一種なんで、あの一種かぶってるやつなんだよ。で、俺これフナディースと勘違いしてて持ってると思ってたんだけど、持ってないわ。あれ、デスクの上にあったような気がするんだけど、こいつフナディース、あれ違うか、あれ、ちょ、見てくるわ、もう一回ごめん、これ第2弾のキャラだわ、これ。で、フナディース持ってない、これ初、あ、マジでか、マジごめん、間違えた、あぶねえごめんごめん、本当にごめんね。これで、あと1種、本当のあと1種でコンプリート。やばいな、シークレットやっぱワンボックスに入ってるとは限らないのかも。一番左の下から3箱目、はぁ、待って、こんなこと、いやちょっと待ってよ、マジ怖い。でもね、ドラゴンはこれだと思うの。でもね、ちょっと不安になってきた今、俺当てにならんわマジでごめん。そっか、あれ、名前なんだっけ、あれメイシーで持ってるから、確かメイシー見ればね、メイシーを見れば思い出すんだけど、すげえ昔だからさ、
覚えてないんだよな。自分の好きなキャラの名前は全部覚えてる。もう覚えようとして覚えてるからさ。でもね、あんまりそこまで熱のこもってない、俺のね、熱が入ってないやつはね、覚えてないんだよね。さて、いきますか。これちょっと重いからね、ちょっと重いから。ちょっと待って、ちょっと。出しちゃった。みんな、うわ、すげえ、めっちゃかっこいい。うわ、これ飾ろう、マジでか。あ、待って、これさ、組み替えしないでこのまま飾りたいな。みんな本当にごめん。待って、じゃあお前なんだよ、お前何者だよ、お前何入ってんだよこれ。え、これめっちゃ重いんだけど、何こいつ。じゃあやっぱりな、俺って。あ、これもめっちゃ重たい。ちょっと待って、これ同じじゃねえか。あ、でもこっちの方がちょっと、あ、待って、こっちも重たいんだけど、こっちの方がさらに重たい。何これ。え、フナディウスか。え、でもフナディウスこの、え、ちょっと待ってね、開けるか。もう俺当てになんないからさ、早く開けるね、ごめんね。もうパッパと開けちゃうね。やったー。とりあえずね、前者コンプできたんだけど、俺の当てにならないっていう、これがバレたよね、ちょっと。待って、これ喜んでいい。めちゃめちゃ嬉しいんだけど、俺喜ぶ資格あるこれ。すげえ喜びたいんだけど、俺喜ぶ資格ないよね今。ちょっと我慢すら、自重すら、ほんとすいませんでした。マジでドラゴン来た、2匹来た、マジで。やった、ちょっと喜んでいい、あのプチ喜び、プチ喜び。やった、2個来た。じゃあこれ何、これ、お前何これ。ドラゴンじゃない、じゃあドラゴン、ドラゴン、ドラゴンか。え、最後トリプルドラゴン来たら、これマジ奇跡ミラコーじゃないこれ。え、何これ、トツカじゃねえか、もうやべえ、マジで。何この奇跡ミラコー、神回かもしれない。ドラゴン、ドラゴン、ドラゴン来たら。でもそんなことは、でも重たいんだよねこれ。最初これマジドラゴンかと思ったんだけど、いきます。何が来るか。フナッシーの名刺じゃねえ、ね、品種改良フィギュア最後の一箱。さあ、フナディウスだ。いや、フナディウス重たいもんな、確かにな。じゃあちょっとさ、組み立てていきますか。今あのフナディウス持ってるから、フナディウスから開けて組み立てて見てみましょう。あのね、パーツのね、細かさは結構ね、クオリティ高いんだよね。わかるかな、結構ね、ペイントも綺麗だし、この剣とかもね、あの造形かっこいいんだよね、意外に。このシリーズ、なんか適当なシリーズ多いじゃん、こういうのって。でもね、このシリーズすごいしっかりしててね、めちゃめちゃ好きだったんだよね。で、合体、あ、待って、逆だこれ。合体して、いや、フナディウスかっこいいね、フナディウス。やった、よかったわ、来て。一応ね、全種コンプできた、これで。ザン、ドジョン、おー、でかい。そしてね、この羽。羽を、これ羽どっち向きだろう、こうだよね多分ね、上向きだよね。あ、ごめん、取れちゃった。うわ、すごいかっこよくないこれ。後ろ姿も凛々しい。そしてね、ザン、横、前。フナディウスイケメンじゃねえか。めっちゃ、あのね、やっぱね、これクオリティ高いんだよねこのシリーズ。うん、結構値段もするんだけど、その分のクオリティはあるからさ。あとフナッシーが可愛いんだよなこれ。うわー、やったー。しかもこれ2つ来たしな、一つ保存用にしよう。で、次はね、これ楽しみだったんだよね。釣り下ろされてる、フナッシー。あの、上三つのパーツはさ、フナッシーと同じなんだけど、下のね、釣り下ろされてるパーツがあって、これ多分さ、頭は直につけるんだよね。おそらく違うかな。頭を直につけるんだと思うんだけれども、このままこうかな。こういうことでしょ、これ。多分。ちょっと待って、これさ、面白すぎんだけど。向きが違うのか、これ向きが違う、これ前だ、前に向けなきゃ。ちょっとごめん、マジで積もった。何これ、かわいそすぎるだろ。すり下ろされとる。フラッシーがすり下ろされてる。やべえ、めちゃめちゃかわいいこれ。すり下ろされてんのにこの顔で。いや、かわいいな、フラッシー。これさ、かわいいんだけどさ、かわいそうになってくんね、なんか。だってさ、このまま全部すり下ろされてさ、なくなっちゃうわけでしょ、こんな顔してんのに。なんか切ねえな、やべえな、クラッシー。で、次ね、次アップルはね、ちょっとドラゴンの前に開けたいね。ドラゴンは最後だからさ、次ね、このナシタオルスいきましょう。これね、思ったよりかちっちゃかったんだけど、やっぱね、うわー、綺麗だな。ペイントがすごい綺麗なんだよねこれ、ほんとに。これペイントっていうかシールかな、これシール貼ってるのがペタって、すごい綺麗じゃないこれ。あと造形もさ、うわーいいね、エリンギみたいな、これエリンギ。あとこのね、ヘタ、葉っぱ、これも綺麗だよね。このシリーズいいな。新しいの出て、もう3弾出てんの。俺が知ってんのは第2弾まで。第2弾までは近くのコンビニで売ってたんだけど、もうそれっきりさ、売ってなくて、もしかしたらね、第3弾とかも勝てな、あるかもしれない。ちょっと探してみるわ、あったら買おう。またワンボックス、ワンボックス開封してさ、一番新しいのやりたいよね、ワンボックス開封。硬い、俺の力で結構いるわ。
かなり硬いぞこれ。うわ可愛いな、ちっこいけど。ほら見てこの、あ待って、なんで穴開いてんだろう。なんか繋がんのかなここね、なんか繋がりそうじゃない、ガチャンって。でも棒なんてあった、これこのシリーズないよね。あとこう動くのもいいよね、こうやってね、こっち向いたりさ前向いたりできるっていう。うわーいいな、ちっこいけど可愛いなこれ。やべえな、ナシタウルス待って、一番可愛いかもしれんこれ。可愛くない、ナッシーいや全員ナッシーだけど、ナシタウルスすげえ可愛くない。じゃあ次ね、次ね。いやもうナシを超えるのはさこれしかないでしょ、可愛さで、うん、かっこよさはさドラゴンがナンバーワンだ。あでかいんだわ、だって袋に入ってる時点でさあのでかさ迫力が分かったから、ちょっとすげえ楽しみだわ。うわめっちゃ綺麗、すっげえ綺麗じゃないこれ。うわ素晴らしいなこの商品、アップル。こいつ名刺の時な、いや懐かしい、名刺もやりてえな、名刺全種コンプしたいんだよね、ほんとマジで。中途半端に、あと少し、あと少しなんで、何種だったかな、あと少しのとこまで来てんだよね。でも全部の段さ俺コンプできてないから、ぜひコンプしたいんだよね、どれかは絶対に。よし、じゃあアップルね、その前に完成させて、名刺もちょっと探してみれば、なかったらどうしようかな、ポイントつけたいけどネットで買っちゃおうかな。ネットだと、あでもネットでも売ってないかもね、もしかしたら。硬いなアップル、うわかわいい、見て、つかこれ立つ、ちゃんと自立する、これなんか不安定な感じするんだけど、自立するかな。おー立った立った、余裕で立ったわ。うん大丈夫大丈夫、アップルもね自立できます、ありがとうございます。で、あーちょっと長くなっちゃったけど、みんなごめんね、すげえ長くなっちゃったけど、最後いきます。やっぱワンボックスだとすごく長くなっちゃうね、前半後半分けた方が良かったよね、マジごめん。今途中で区切ったら中途半端になっちゃうから、このまま1個にアップしちゃうと思う。あもしかしたらね半分にするかもしんないかっこいい、やばい。でも一気にやっちゃっていいかな、ちょっと長いけどね、長いけど。うわーでかいわ、見てこのパーツのでかさ。あとねこれだけじゃなくて、尻尾の重量と羽の重量も加わるから、かなり重たいよこれ。うわさすがドラゴン、これが欲しかったんだよ本当に。でもさなくなっちゃって買えなくて、結局ゲットできなくて、ガチャリス大丈夫。うわー待って、この時点でめっちゃ重いこれ、ドラゴン、そして尻尾の重み、ゾーリショ。うわーでけー、ゴジラじゃんこれ、もうゴジラ、ゴッドジラじゃん。で羽つけまする、空も飛べちゃうよ。つうかさこの俺すげえ気になるんだけど、これ何この穴、これなんか刺さんのこれ、え、なんかこんな刺さるパーツある、この穴何、みんなわかるこの穴何か、鉛筆刺すのこれ、何これ、めっちゃ奥まで続いてんだけどさ、この穴は何、めっちゃ気にならん、てか綺麗じゃない、なんか。まあとにかくね、全種コンプリートできたし、ドラゴンがね、一番欲しかったドラゴンが来てくれたので、俺も大満足、ありがとうございます。あとは第2弾と、まあ第3弾あれば第3弾、第4弾あれば第4弾、またねやりたいと思う。このシリーズすげえ大好きなんだよね、だってクオリティ高いんだもん、クオリティ高いしね、飾っておくと可愛いんだよね、こうやってデスクの上でさこうやって飾っておくとね、仕事の合間でパッて見るじゃん、なんか癒されるんだよ、ね、よっしゃ、ということで今回はクナッシーの、品種改良フィギュアの開封レビュー動画でした。みんなもねぜひ見つけたら、まあ結構ねもう昔の商品だから見つけるの大変だと思うけど、あるとこにはあると思うからさ、まあ見つけたらぜひ買ってみて、まだ持ってない人、めちゃめちゃね可愛いし楽しい、もう組み替えがいいね、真ん中の見て戦士あれ飾ろうマジで、めちゃめちゃかっこいいわ、なんか等身高くなるとフナッシーがイケメンに見えてきたフナッシーは可愛いはずなのにね、なんかイケメン臭を感じる。あとそのね戦士を守るこの護衛軍たちもたくさんいるしね、うん、このドラゴンスライムもねなかなかいい感じになった、ドラゴンのね上半身にスライムの赤い下半身やたらかっこいいなこれ、これ本当に新しいシリーズだったらすぐに買ってくるね。じゃあまた次回の品種改良フィギュアでお会いしましょう。最後ねこいつのアップバイバイでこうザン、いやいい感じでできたわこいつ、マジでよかった、全種コンプできて、とりあえずねコンプできてよかったわ。ワンボックス買ってやっぱシークレット出なかったからレアなんだな、シークレットもう一種欲しかったんだけどね、うん、まあコンプできたし、よしとしましょうか。